パーソナルトレーナーのユージです。今日はですね、あなたも気づかないダンベルプレスの落とし穴ということで、まあ、ダンベルプレスね、ここ大胸筋に効かせる代表種目ですけれども、まあ、これはね、どうやったら効くか効かないかっていうのをいろいろ説明していますけれども、ただ自分でやっててものすごい気づかない落とし穴というものがあります。まあ、パーソナルトレーニングでも、まあ、僕が見てるからそこ修正ができるけれども、だけども自分では全く気づかなくて、それを延々と何度も続けてしまうということが結構ありがちなんですね。そうするとやっぱりしっかりここに負荷をかけるべきものが乗ってこないとか、あるいは右、特にね、右と左の左右差が激しくなってしまうとか、片方はうまく使えてる、片方はうまく使えてないみたいな、まあそういうことが起きてくるんですね。で、そういったね、本当に自分では本当に気づかない落とし穴というところを今日はいろいろ一つ一つ説明していきたいと思ってます。で、まあその気づかない落とし穴としては、まあ大きなものと小さなものがあります。で、その大きなものというのは今まで結構ね、説明をしてきました。代表的なものから言うと、まあその簡単にだけ最初は大きなもの、簡単に説明しますけれども、代表的なもので言うと、まずこの深さですね。深さが自分では下ろしてるつもりでも全然下ろしてない、上半分しか下ろしてないみたいな感じで、こうしっかりここまで胸をできるだけ伸ばしていきましょうということを言ってます。ただし下ろしすぎて肩の前が突っ張ったり痛くなるようなところもいいかな、そのほんの5ミリぐらい手前のところで胸の張りが一番強く感じるところまではしっかり行きましょうって言ってるんですけど、まあやっぱりこの深さが足りないというのはまず第1番目ですね。それから2番目の大きなことというのが、この上げるときに、上げたときにですね、今度上げたときにこう来て肩を出してしまう。こう来て肩を出してしまう。肩が出てしまうと胸の収縮、この張りと上がった時のこの収縮しながらの張りというのはなくなってしまうので、肩はとにかく肩甲骨を締めたまま肩が出ないようなやり方をやっていくことが、胸トップでこの緊張をキープした、力が入った状態をキープできるというのと、まあ、大胸筋のこの境目からこの盛り上がりをしっかり作れるというところはできるんですね。なのでこの肩を出さないというところがまずあります。それから今のに付随してもう一つ、今の肩を出すとさらに起きがちなのが、こう来た時にこのまま腕を伸ばして伸ばしきってしまうというやつ、もしくはダンベルがつくぐらいまでここまで行っちゃう。で、ここまで行ってしまうと結構います。これもね、多分自分が一体何をやってるのかよく気づいてないと思うんですけど、この状態だと僕本当に大胸筋全く何もしてない状態ですね。腕の突っ張って腕を棒のようにして支えてるだけなんで、その骨として支えてるってなるんですけど、筋肉で今何も支えてない状態。まあ、この前後に揺れる分は支えてる感じがあるかもしれないですけど、大胸筋としては全然何も支えてない状態なので、この腕を伸ばすところまでいかない。伸ばす手前ぐらいで、このぐらいの幅に結果的にはなってくる。で、胸で支えたところで終わり。当然さっきの肩が出ない。という感じでやっていく。このやっぱり腕を伸ばしてしまうという、やっぱり気づかないというのもあります。それから、もう少し大きな落とし穴とありますけど、上げていって、今の上げてて肩が出ないって言いましたけども、肩を出さないためには、この肋骨のこの骨組みですね、この骨組み、肋骨をこう上げた時に、この時に息を吐きすぎて落としてしまわない。息を全部吐いてしまうがために、ハッと肋骨が潰れてしまう。せっかくこうアーチを描いたものがカツンと潰れてしまうんですね。なのでこれは潰さないで、アーチを描いたままで肩も出ないで何も変わらない。動くのはこの肩から先の腕の部分しか動いてない状態で生きたのに、さっきの肩が上がるイコール肋骨が落ちる。これは落ちやすいパターンとして息を全部吐いてしまうからですね。まあね、他の種目ではだいたい全部息を吐いてって言ってるので、そこはちょっと一緒になってしまうと思うんですけども、息は正直半分しか吐かなくていいです。この肋骨のこの骨組みのこの枠組みのところが一切変わらない程度しか吐かない。そうすると半分ぐらいしかならないですね。で、100% だけで 120% ぐらい吸って、残り 50% は残しておくぐらいな感じしか吐かない。という感じでやると、この骨組みはキープできるんですね。だから、その 50% から 120% までの、この残りの70で出したり吐いたり、空気を入れ替えることによって、なんとか10回、12回は持たせていくという感覚の方が、まあこれが潰れなくていいので、まず息を吐きすぎないということが大切。ここからが少し細かくなってきます。細かい、あなたが気づかない落とし穴というところになってくるんですけど、一つはですね、ちょっとこれ横向きにしましょうかね。まあまあありがちなのはですね、こう上げていくときに、今これ、胸の真横にある。で、ここに上がっていく。胸の真横のこの位置から、まあベンチプレスで言うと、まあ男で言うと、ちょうどバーベルが、乳首のバーベル1本分ぐらい上かなというようなこのダンベルの位置ですね。その真上に上がっていくべきものが、なぜかこっちに上がっちゃう人いるんですね。
ここから真上じゃなくて、なんかちょっとあの胸の上のこのラインじゃなくて、顎の辺か口の辺、鼻の辺までグッと上がってくる人がいると。これ斜めになっちゃってるんですね。ほら斜めなんですよ。腕がもう斜めでしょ。でこうなると正直大胸筋に対する負荷っていうのはちょっとねなくなってるんですよ。ここなら大胸筋で支えてるのに、こっちになって大胸筋の負荷ちょっとなくなってる。でその分なんかね肩にねやっぱちょっと来てるんですね。肩の方がより収縮してる感じで、胸から負荷逃げてるという、このちょっとね斜め上に押してしまう場合があるので、これは気をつけたいですね。これ本当にあの気づかないので、本当に人に見てもらうスマホで撮影しないとわからないです。自分では真上のつもりが真上じゃなくて斜め上になっていることなので、ここはねきっちり重力に従って重力と同じ角度で動くべきということですね。斜めにならないということ、これはねあのしっかりチェックしていきましょう。そしてさらに細かいことなんですけども、これ本当にね自分で気づかないです。まあわからない、しょうがないです。本当にわからない世界なんで、わからない。こうやってやっていた時にダンベルの位置の左右差というのがあるんですよ。こういう感じっていうのは結構あります。片方だけなんか中に入ってる、片方はいいけど、前腕は基本的にね垂直ですね。横から見てもこの頭上から見ても垂直であるべきなのは、片方だけなんかクッて入っちゃって、毎回毎回それ同じっていうような、こんな感じなってる場合結構あります。でちなみに当然ね、この中に入ってる方は大胸筋が少し楽をします。その分三頭筋のあの肘のあたりにすごい負荷がかかってる感じになってるんですけど、大胸筋は楽になってる。つまり大胸筋が楽をしてるパターンなんですね、この中に入ってる方はね。で楽をしてるから、じゃあそれは利き腕じゃない方の、例えば右利きの人だったら左の方なのかっていうと、そうではなくて、意外と右側が入っちゃう人も結構いるんですよ。これは結構ねありがちなのがですね、このマウスをこうやって使ってて、肩が少し前に出て、いまいち下ろした時にうまくねここが引き伸ばされる感じがあって、肩の位置もちょっとおかしい感じ、ちょっとずれてる感じがあるんですね。でその状態でやってると何か肩が窮屈できつくて、あのこの辺りの負荷がきつく感じるんです。それでちょっと中に入れてしまうっていうのがあるので、正直肩の位置自体も直さなきゃいけないんですけれども、これは、実際、肩のこの前にこう出てる感じが問題だったりするので、ちょっと後ろはね、三角筋後部とか、その中にあるローテータカフっていうのをこうやってね、鍛えていくような、まあそういうものをやらなきゃいけないですけど、そういうのもやりながら、当然、これも頭上からスマホで撮って、何かで入ってあるのであれば、この感覚ですよ。この自分では垂直を持ってるか、垂直と思ってる感覚を戻すという作業をしていかなければいけない。この左右差、結構あります。まあ、これは実際、今の利き腕じゃないというのが、本当にどっちに出るかわかんないです。本当にその自分の癖によるので、利き腕の方に出れば、今のマウスによる利き腕の方に出る場合もあれば、全く関係なく単純に左が弱くてそっちが入ってるとか、まあそういう人も結構いるんで、本当にこれは利き腕か利き腕じゃないか、右か左か、全然個人個人の本当に体のちょっと使い方によって変わってくるので、きっちりと本当に客観的にねカメラでチェックしなければいけないですね。それからこの下ろしていく時に、これねもう絶対自分じゃわからないやつなんですけど、これもねさっきはダンベルもあったけど、今度その先のこの肘なんですよ。肘がちょうどこう真上から見てたとすると、肘が片方だけ下がってるっていうのはまあ結構あります。まあまあありますね。まあそうね、僕はやっぱり見てて 30% ぐらいの人はこれやっぱりなってることあるから、すごく多いわけじゃないけど、でも 30% はまあまあいるかな。こう来て片方だけでなんかこう脇が下がってる。本当は脇が左右同じぐらい、だいたいまあこれ90度いったら肩突っかかっちゃうんで、90度もいかないですよ。脇のこの角度はね。90度もいかないけど、80度ぐらいの感覚でいいんですけれども、これが片方だけさらに低くて、なんか60度ぐらいのような感覚に落ちてきちゃう人も結構います。これ1本のバーベルのベンチプレスをやってても、こうなっちゃう場合があるんですね。で、これも基本的には、マウスでやっぱり右肩が硬い人多いです。これをね、なんかその人のね、マウスの使い方によるんですよ。なんかこう肘を上げてやる人もいれば、肘を中に閉じてこうやってやる人もいて、この閉じて多分ねやってる感じなんじゃないかなと思うんですけど、こういう感じでやっていく癖がある人はやはりここがね開かないんですね。開かないので、まあ、こういう人は本当にね肩の後ろのリアデルトレーズっていう、こういう感じ、まあこれ本当に1キロではなきゃいけないですけど、こういう感じので肩の後ろ側を鍛えていくとか、バーベルでのこのアップライトローをしっかり正しくやりながらね、多分それやると右の方がこの上がらない方がね、この脇を閉じてしまう方が上がらないんですけど、しっかりと上げるというね、後ろ少し後ろを使いながらも上げるという柔軟性も作っていかなきゃいけないし、まあそういったことをね補助運動としてやっていかないと、
これがね、上げようと思っても本当になんか肩が突っかかっちゃできないという感じなので、まあ、今のその後ろのやつをやりながらも、軽いダンベル、あるいは軽いバーベルで、これはちょっと上からなかなか撮影できないと思うので、本当に人に見てもらって、どこは、左右同じ、どこは左右同じって聞いて、こうやって、そこみたいな。自分だとなんかこうやってぐらいな感じになると思うんですけど、それを、本当に軽い、バーベルのベンチプレスであればあんまりここ気にしなくていいから、これをコントロールしやすいんですけど、バーベルで調整するとしたら、本当にバーの20キロだけとか、ある程度筋量があっても30キロとか、そのぐらいでコントロールを しながら、下ろしていく、ストレッチだと思って、こうちょっと開きながら下ろしていくという軽いのをやっていかないと、なかなかね、重くなると絶対癖出ますから。なので、軽いやつで、トレーニング最後の方に調整をしていく。で、こっちかって直さなきゃ、こう開けながら伸ばさなきゃって、この特に大胸筋の付け根を伸ばすような、まあそういうことをね、やっていってください。まあこの肘のサイズは結構あります。それと、同じくやってて気づかないのが、手首の左右差なんですね。こうやって、やっていくときに、ちょっと、まあ寝転んでるとまた分かりづらいので、このまま座ってありますけど、この下ろしたときに、この手首ね、手首どのぐらいがいいかというと、まあ、反りすぎっていうのは、こう、本当にこう、前腕と手首が90度ぐらいになって、こう、下ろしちゃうのは下ろしすぎ。ちなみにこれ、ずっと手首完全にカツーンと90度反らしたままで、まあ、ベンチプレスもやってる人もいれば、この降りるときだけこうなって、上がるときは戻って、降りるときこうなって、上がるときこうなってっていう、なんかこう、船こいでるみたいになってますけど、こういう人も結構います。で、ちなみに下ろすときだけこうなってる人っていうのは、本当にね、ベンチプレスをやってると、このベンチプレスのプレートがね、回るんですよ。回りながらってくらい、回ってるって言いながら、直してって言うんですけど、降りた時が当然きついんですね、大胸筋はね。それを手首を反らすっていうのは、この手首に負荷が大胸筋は楽なので、大胸筋をちょっとこれも楽にしようと思ってこういうのが入ってくる。で、当然ずっとこのままっていうのもずっと逃げたままなってるから良くないんですけど、なので、手首ね、丸っきりこう、まっすぐにしようとは言わないです。大体この手首が45度ぐらいがちょうどよくて、そうすると、バーでもダンベルでもちょうどね、手のひらのこの部分ね、この部分ね、ここっていうのはこうやって、例えばこうやって手をこうやってついた時に、例えばこうやって体重なんかかけて強く押した時に、一番大丈夫な部分ありますよね。これがこの辺とかに押していくと、まあ当然手首痛いですね。だから手首痛くない、この、前腕のこの中心のど真ん中のここですね。ちょうどここにバーのダンベルならダンベルの一番握る部分ありますね。握る部分の中心がここに乗るような感じ。当然バーベルでもここを通る感じ。で、握るのが一番これ。これは反ってしまうとこれがずれてくるってことですね。こっちにね。だから反らさないで45度ぐらいに起こせば、ちょうどここに乗ってくるという。なので、この手の甲が前腕に対してこの45度ぐらいのところがちょうどいいですね。0度でもない45度ぐらいはちょうどいいと思います。で、そこで、まずやっていかなければいけないんですけど、これが、ちょっと左右差が難しいですけど、こっちはね、まあ45度ぐらいで、こっちだけものすごい反ってるっていう、この結構、左右が違う場合があります。逆もある。こっちがこのままで、こっちだけ反ってるっていうのもまああるので、これ左右が違う。もう当然、こう反ってる方っていうのは負荷が逃げてますよね。もう左右の筋肉、左右のこの負荷が違ってきますから、それを何年も続けてると、大胸筋の大きさが変わっちゃうってことですよね。使い方が違うから。なので、この手首の反り、全然気づかないです。これはね、ちょっと、撮影ではうまく撮影できないし、うまくわからない。これはね、本当にね、友達に見てもらわないとわからないです。やってる時に手首が左右ね、同じかどうか見てくれ。どのぐらいの角度になってるか見てくれ。結構片方だけ反ってる場合がありますので、これ戻しましょう。45度ね。0度から45度ぐらいのところに両方合わせていく。ずっとですよ。ずーっとやってる最中。それはね、気をつけてみてください。それから、あともう一つ、細かい落とし穴としては、これね、まあ今、この辺の当然、ダンベルプレスはこの辺ばっかり言いましたけど、足ね、足の位置なんですよ。これが、ちょっと、なかなか、このまま向こうから言ったら、ちょっと露骨なセクシー映像になってしまうので、あんまりやらないですけど、まあそのセクシー映像ではね、そんなに、ね、再生回数も上がらないと思いますので、やらないですけど、この、まず、まあ、こう寝てるとしますよ。寝てる時の足幅なんですけど、ね、これベンチプレスでもダンベルプレスでも同じ。これが結構ね、ぐわーっと開いてる人いるんですよ。こんな感じで。寝ながらガッと開いてる人がいる。そうすると、開いてるっていうのはこの圧力がね、ボーンと逃げやすくて、そのまあ、アーチを描いて、アーチを描いてってくる、この開いてて、アーチを描いてると、この足の開きすぎでは圧力がガッと逃げやすいんですね。
圧力は逃げてアーチ描いてるのはいいけど、これが入りすぎちゃう。で、怪我もしやすいし。で、当然お腹の圧力が逃げてるっていうのは正直言うとベストな筋力出ないです。なので、これ開きすぎではなくて、閉じてきて、本当にね、自分の肩幅がすっぽり入るぐらいがちょうどいいと思いますよ。それ以上あんまり広げない方がいいと思います。自分の肩がすっぽり入る程度の幅に足を置いて、かつ、アーチを描いてるんだけれども、その幅であれば、お腹、硬い腹巻きをキュッとね、コルセットをキュッと締めてるような形を維持できるわけです。これが開きすぎると、この当然これが開いてる分、下っ腹からポーンと圧力逃げちゃうので、だからまずあまり開かないのが一つ。で、そしてこれもですね、結構、さっきの手じゃないけど、左右差ある人います。本当ですよ。これがね、見えるかな。やってる時に、なんかね、片方、ちょっとこれ真ん中に見えてるかな。これ真ん中としたら、片方これぐらいなので、片方でこれぐらいにするんですよ。だから立ってやると、なんだ、こう、こんな感じでずれてる人がいるんですよ。同じじゃないんですよ。真ん中が、この自分の、この中心から同じじゃなくて、こう、ずれて、片方だけ開いてる感じ、片方だけ閉じてる感じいます。で、これって、正直言うと、腹筋の右肘での力が結構違います。なので、例えば、そのクランチをやっていくときに、もうね、顔がなんかこっちに向いて、鼻って当然まっすぐ向くべきじゃないですか。自分ではまっすぐなつもりが、顔がこっちに向いてこうやってるとか、それ結構やっぱもうお腹の使い方違うんですよ。で、レッグレーズをもう、ね、レッグレーズをやってるときに、つま先が、揃ってなくて、片方だけなんかこうなってる感じとか、まあ逆とか、なってたりすることがあるんですよ。もう、このレッグレーズの時も、やっぱりそういう人は、もう、つま先が違うっていうのは、このお腹の使い方違ってくるので、左右の筋力が違うんですね。当然、今の腹筋する時も、この顔を戻す、足のね、指をね、この左右を揃えるっていうのをやるんですけど、まず、この、ダンベルプレス、ベンチプレスをやった時に、左右を最対称に置きたいんですよ。さっきの広くもなく、この幅で。片方だけ広く置いてしまうっていうふうにならないですよ。これを左右必ず対称に、これも、自分でやってたら本当にわからないです。まあこれは撮影できるかな。下から撮影ができると思うんですけど。そんな感じで足を置く位置もね、きっちり本当に左右対称というのを気にしながらやってみてください。まあそれでね、足の位置とか手首とか、それ全部やっぱりね、きちんと整えていかなければ、それこそ本当にもう、この胸の大胸筋左右違ってつきましたっていう結果にもなりかねないので、やはりね、バランスを取れた綺麗な体を作ってほしいと思いますので、それにしっかり修正をやってみてください。本当に見てチェックして、それで修正する。まあ、この繰り返しになりますので、しっかり感覚を直すような感じね。この自分の感覚がずれてれば直すということをしっかりやっていってみてください。はい、そんな感じでかっこいい体を作っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうでした。GO!